おお、おお、そこ通る？ちょっとシドさん、そこ通ります？わざわざ 上から行くんじゃダメなんですかね。絶対あなた楽しんでるだけでも。さあ来たね、コスモエリア上空。険しい山々と谷が、広がってまいりましたね。お、まさか操作が使える。やったー、左スティック。モーションセンサーでも、あ、できるんだ。あ、すげえ。また吐きかけてる。コントローラーで動けますね、これ傾けたら。すごっ。ああ、言ってたらせば、シンナの管理を逃れて自由に飛んでる人がいるみたいなね。バレとかも気に入っちゃいますよ、こんなんね。さあ、どの辺りだ、コスモキャニオン。あ、あったあった、あそこだ。右にちょっと見えましたね、街並みというか。で、どこに降りるつもりだ。あ、あそこか。コスモキャニオンもちゃんと滑走路あるんですね。モーションセンサー大丈夫か、いけるか、これ。星の鳴き声。めちゃくちゃ短くない滑走路。止まるそれ。あ、さすが。そしてチャプター10、峡谷の戦士。いやー、来たー、楽しみだー。コスモキャニオンはマジで楽しみにしてたから、個人的にすげえ。特に BGM と風景、まあ、物語もね、もちろんすごいいい話が持ってるんでね。俺に案内できんのはここまでだ。あ、ここで別れちゃうんだな。これ以上は近寄れねえから、あとは適当にやるかい。次に頼むときはどうすればいい。のろしかまた。のろし上げろ。のろして見えんのか。滑走路があれば最善を尽くす。またのご利用を。のろしててよく見えますよね。どこに住んでんか知んないけどな、この時点だと。まだどっから見てんだろう。谷まで案内しよう。さあ来たな、レッドの故郷に。お、タイニーブロンコ来たね。ブロンコ航空の飛行機タイニーブロンコを利用できるようになりました。そう、俺がだってさっきポロって言ったのこのことですね。あの飛行機の名前がタイニーブロンコという。各所の空港に設置されているテレボックスを調べてのろしを上げると、あ、そうなんだ。で、お金かかるんだね。あ、じゃあこれでまたゴンガガエリアに戻れるわけだ。フライト料金2回目以降300キロ。あ、良心的じゃねえか。なるほど。あ、バハムート買い。コスモキャニオンでバハムート来るんだ。やったぜ、楽しみや。強そうだけどね。で、ちょっと待って、これじゃあファストトラベルでは戻れねえってことか。ゴンガガエリアはエリア外だしね。じゃあまたのろし開けなきゃいけないんだな。ちょっと待ってて、ごめん、出戻りしてくるわ。呼んだか。早速呼び戻す。畜生、すごいクソ客なんですけど、すいません、ゴンガガ空港までよろしくお願いします。俺様のテクニックに惚れんなよ。すごいね、この距離に応じてマップごとの移動の仕方が変わってくるんだね。チョコボ車で行けるところもあれば、船だったり飛行機だったりで行くところがね、ヘリだったり。さあ、じゃあちょっと武器だけ回収してくるわ。エコーメガホン、あ、ケットシエの武器だったね。あ、これ気づいてよかった。モーグリマイン、敵が踏むと爆発する地雷をばらまく、バースト効果が溜まりやすくなると。ユヒやめろ、それはやめろ、マジで。毎度キラキラを戻すのはやめてくれ、マジで。あ、いいね、ここの感じの曲もギターっぽくなってね、こうやって感じですよ。さあ、ただまだコスモキャニオンの BGM にはなってないから楽しみ。さあ、着いたかな。ファームが先になったわ。ここもしかしてあれじゃね、空チョコボじゃね、 PV であったやつ、飛べるやつじゃねえの。キママ牧場、戻ったの。誰や、シシカ。なになに、チョコボが家出でもしたの。あらあら、チョコボと間違えられた、もしかして私。ここの主よ。で、シシカって。シシカは私の娘だよ。そうだよな、普通そうだよな。レーサーなんだけど、レース中にチョコボから落ちて。ありゃりゃ、私がもしかしたら完膚なきまでに叩きのめした相手かもしれない。練習から逃げるように。あちゃちゃ、それは悪いことしたかもしれない。ああ、あ
たたちチョコボの経験は？この前優勝しましたよ、シルバー杯。そうかい。じゃあうちの訓練場を使っておくれよ。せっかく新しく作ったんだけど、これじゃあ宝の持ち誰かが使ってくれたら。ほう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 。じゃあその前に新しいチョコボくれよ、くれ。チョコボでふわりと飛んで輪をくぐるんだ。あー、なるほどね。訓練場はあまりないと思うね。初めて見たね、確かに。そらチョコボの練習なのかな。いいだろう。じゃあまずはソラチョコボ。興味ある。その辺にアポニってチョコボがいるはずだよ。訓練場へはアポニになっていき、はいはい、組んだ谷もアポニに任せておけば迷わず。この辺もちょっとマップの移動が難しそうだな。前回のゴンガガエリアに続きね、森チョコボも結構大変だったけど、で意外と久々のチョコボの捕獲だね。今までなんかレンタルとかでね、最近わりかし借りられたので。さあここね、またあれか、このトロッコを動かしながら視線遮っていくパターンのやつかな。よし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 。さあ調教完了、念願の空チョコボ。今回水色、よろしくな。空色かっこいいな。よろしく。結構お前大変だったな今回。さあまずは早々にチョコボが出てくれるのはありがたいな。ゴンガがマジで大変だったからな、結構遅くて。さあ、コスモエリアの空チョコボ。空チョコボは、渓谷で生まれ育った度胸があり、谷から谷へと滑空で飛び回ること。すげえ、これ滑空なのか。一応空チョコボが滑空できる場所にはチョコボ滑空場が設置されていて、アクションマーカーが表示されている。滑空の高度と飛距離を伸ばす気流発生器もあります。へえ、チョコボ滑空場から滑空して上昇気流に乗り、どこまでも飛んでいきましょう。すげえ、ゼルダやん。チョコボは弱い。ブレワイやん。そう、弱ないの。チョコボと私は一心同体。なるほど。なるほど。あそこは納得するんだ。クラウド。一心同体っていうところが俺ミソだと思ってます個人的に。シンナには期待できないな。シンナ性とかではなく。さあ、ついでにライフストップスポットもストップを見つけたので、あ、なんか新しい素材も出てきたな。クロムコークリスタルクリムゾンなんとかみたいな。さあ来た、コスモエリアの自然。一発目から来たね。アポニーがそうカメラ目線なのいいっすねこれ。こっち狙みつけてんだ。さあコスモエリアは西の大陸の南方に位置し、赤土でいいのかな、隆起した大地が広がっています。無数の谷や洞窟を有する特徴的な地形は遥か昔、地殻変動によって隆起した大地を地上に噴出したライフストリームが削り取ることで形成されました。この辺りは年間を通して降水量が少なく、高低差のある大地は寒暖差も激しいため植物が育ちづらく、生活するには厳しい環境ではありますが、生命学の中心地として学者や信奉者だけでなく神秘的な魅力に惹かれてやってきた観光客たちで賑わっています。また常に観察し空が澄み切っていることから天体観測の聖地としてもいい。そうなんですよね、マジ星本当に綺麗だからさ、 PV でもちょっと見たけどマジ楽しみや。アポニー、またこんなところまで追いかけてきて。アポニーに振り落とされてしまったみたいだね。もしかしてシシカ。シシカさん、お母さんと話したよ、せっかくの訓練場がもったいないって。そのボディーランゲージなんだ。私がアポニーと頼んだ。もったいないってって言いながらなんか野球のセーフみたいなボディーランゲージ。来ないで。ああ完全にもうアポニーを借りるぞ。仲が悪くなってしまって。じゃあ一番乗り、ユフィちゃんがいただきます。アポニーパクっちゃおう、借りパクしちゃおう。でここまたここはい、フープレチョコボ。フープレチョコボはソロチョコボで、あなるほど、これもなんかブレワイっぽい、すげえ。へえ、まあ、輪っかくくっていけばいいですよみたいなね感じですね。じゃ上級目指して、あユフィの武器もあるじゃん。3600点、逃げましょう。特に滑空していくだけですよね、他に細かいアクションはないと思うんだけど。ワク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  R2。 おいいね、このスタート前。えあれ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 、ちょな何があった、ちょアポニー何があった今ねえ、どうした、飛んだと思ったらなんか気づいたらお前着陸してたんだけど。1センチも滑空しなかったんだけど、ごめんちょっともう一回やっていくわ。何があった今俺、 R には何ずっと長押しなんだっけ、話しちゃったから。この滑空前のこの動作いいっすよね、
バイクの時も思ったんですけど。おお、かっこいいね、BGM。あ、で、これ、モーションセンサー。あー、ちょ、どこ行く？あー！やべやべ、めちゃくちゃかっこいいしてしまった。これ、コントローラー切った方がいいな。あ、ちょ、おお墜落。ダメか。そうだよな。いきなりはうまくいかないって。あ、なるほど。R2 はやっぱずっと押してなきゃいけないんだな。で、スティック下に急に倒すと急降下しちゃうから、これ注意ってことね。さあ、じゃあ気を取り直していきましょうかね。左下にある通りですね。R2 はやっぱ基本押したまま。で、スティックを急に下に下げると急降下しちゃうので、そこも注意ということで。なるべく高度は保った方がいいね。急上昇はできませんか。この風があるとこじゃないとね。確かできない。うん。だって特にスティックを押す必要はないんだね。OK。さあ、あ、右に高い点数ミッケー。これはもううまく滑空しながら全部取っていこうかな。よいしょ。ほい、うまくカーブつけながらね、次のやつを取れるような角度で入っていけるといいと思うんで、これはもうゼルダで予習するんですね、俺は。であそこにまた上昇気流発生させる装置見えたんで、これ取って、で最後あれだけ、あ、ちょっと降下しとくか。ほ、うますぎー、完璧。これ多分満点だと思う。やった、ユーフィーのニューブケもゲットしつつね。うん、最初のマジで1センチも飛ばなかった失態はちょっと、うん、見逃してください。えげつい。もうなんか張り合ってくるね。他の訓練場もクリアしてみせなさいよ。シシカちゃんちょっと闇落ち中かもしれない。あ、次もんだ。なるほど。じゃあちょっとその前に武器だけ交換しとくね。あ、イダテンだ。手裏剣が走り回り、広範囲の敵をなぎ倒す。あ、範囲攻撃いいですね。じゃあまずイダテンダーからで複数の敵を巻き込んでいきましょうかね。これもすぐ習得できそうだな、技の性質上。いくね、バースト。さあ、ケットちゃんが、あ、そっか、モーグリまず呼ばなきゃいけないのかな。で、モーグリマインだっけ、地雷ね。これは ばらまいていく。地雷ばらまき。なんかすげえミスターサタンみたいな技だな。ドラゴンボールのゲームのミスターサタンの技こんな感じだよね。よいしょ。うわー、すごい眺めいいな、ここ。リトの、村を思い出しますが、ゼルダで言うと。さあ、2つ目。何を聞きますか。アポニーについて聞いていこう。じゃあアポニーとは小さい頃からずっと一緒だった。私の乗り方をよく知ってるから。事故なんか一度もなかったのに。何があったんだろうね。なんで急に振りほどかれたんだろう。レースで接触事故を起こしたの。接触事故か。落ちたって思った次の瞬間、目の前でたくさんの。じゃあしょうがないんじゃないの。あの時のこと。あ、怖くなっちゃったのか。まあしょうがないよな。アポニーがなんか振り落としたってお母さんが言ってたから、てっきりね、なんかあったんかなと思ったけども、まあ接触事故ならしょうがないよな、わりかしな。じゃあ2個目いこうか。いきましょうか。あ、またもらえんだこれ、すげえ。じゃあ7200点頑張って目指していこうか。うわあ、さすがに難易度上がってそう。なんか的が動いてらっしゃる。でもこれぐらいなら私にとってなんとも。あった。外していく早速。あ、これルート2つある、もしかして。うん、どういうルート。左、あ、下か。これ、いける、これ。ちょっと待って、どういうルート今正解、ちょっと教えてくれ。これ左、お前は逃がさん。で右に行って、あの2個取っても5700、ちょっと足んないか。くそー、足んないな。2000点ぐらいだな。ま、こんなとこか。力ずくで言うこと聞かせようとしてもダメ。飛ぶ前にアポニと約束するの。2人で絶対あそこに行くよって。
お手本見せてよ。自分でアポニーに乗ってさ。クエクエ、乗れ乗れって言ってんね、アポニーは。意地悪、もういい。意地悪か。あっちゃー、あっちゃー。逆効果だったよ。ドンマイユフィ、難しいね、ギャルゲーってな。これがギャルゲーって言うんだよ。シシカ追いかけよ。じゃあもう一回やり直すわ。だからここら辺で急降下の、ここから急上昇。オッケーオッケーオッケー、こんな感じでどうよ。あ、いいねいいね、なるほどね。多分これで合ってる気がする。でまた下で、ここで上、よいしょ、急上昇しての、さあ高く飛び上がって、あとはよし、全部取ればいいかな。よし、オッケー。うわー、むずーパーフェクトでやっと上級もらえるってなかなかむずいですよね。あー難しかった。じゃあ聖魔石もらっていこう。さあ第三訓練場ラストですね。どうして追ってくるの。私はもうアポニーには乗れないんだから。シシカ、アポニーに乗れ誰が怒り言動や。私もうダメなの。こんな一回事故ったぐらいでって言いたくなっちゃうけど、私がすっごいジャンプ決めてアポニーは最高って証明するから。うん、確かにソラチョコボちょっと難しいんですよね、操作がね。ちょ頑張っていくわ、マジ。第二訓練場のこの上級マジで難かった。あ、バリアもらえる、9600。これもあれかな、ノーミスで9600なのかな。ちょっと頑張っていくわ。めっちゃ動くね的。まずこの502個だな。ちょっと待って、あ、モーションセンサー決まってる。ちょっと待ってモーションセンサー正体に決まってんじゃん。ちょっとこれは無理でしょ。やっぱスティック操作じゃないと無理ですね。速攻オフにして、あれ決まってなくてもこれ無理じゃね。あれ取れなくないか。どう取ればいいんやね。最初の502つがもうすでに積んでるんだが、とりあえずマップというか場所の確認だけまずしとこう。あ、こっちに持った。これいけるか、急カーブ。グイーンって曲がって無理でした。むずっ。3つ目、これなかなかにきついぞ。届かないし。あ、いけた、よかった。そこはちょっと優しめ。で、こっからどう行くの。ここ急降下ですね。下がっていって。急降下のちょっと操作はだんだん慣れてきました。さすがに。こんだけやってるやな。で、上がっての、この上昇大事よ。で、また急降下で下がっていきの。お、だいたいこの下がり具合もちょっと分かってきたんで。さあここでまた急上昇しつつも、よいしょ、これまた急降下じゃねえか。あ、いけるいけるいける、上がってくるやつか。危ねえ、よかった。で、家に届くから、ここはちょっと急降下、あー足んなかったか。ここ上がっての、よいしょ、またここで登っての、あれ上昇できてない、何なんで上昇できてないの俺今。ダメだったか。まあ、こんな感じね、大体分かったわ。さっきよりむずいっす、間違いなく。さすが第三訓練場。じゃあ最初の502個がマジでわかんない。これどうやって、タイミング合わせなきゃいけないんか。もしかして。下がってくるときに、スタートからマジでむずいじゃん。どのタイミング、重なったときか。下とか上に行き着くちょっと前ぐらい。この辺。これどうだろうか。あ、いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない。あ、これ来たね。今のタイミングね。あそこだけ覚えておいてたな。1000ポイント大事ですからね。急降下届くよね、届くよね。おお、ギリギリで、ここ上昇しきっちゃって OK でしょ。で、あと、あ、こっちか、右で。危ねえ、今ちょっと次の場所が分かんなくなっちゃった一瞬。届くかこれ、ちょっと上昇できる。あー、くそ、残り1個。上級何点だっけ。多分ダメだと思うんだが、残り1個なのに、クソが。いやー、惜しい。ちょっとさ、もったいなかったな、最後一瞬ね、次の場所が分かんなくなっちゃったんで、話してみる、あれがなきゃ届いたかも。私今日は楽勝だなって油断してた。大体そういう時になんかあるからな。それでレース中に賞金の使い道なんか考えちゃって邪心が生まれたわけだ。コーナーの入り口で横島な心が、アポニーと呼吸が合わなくてバランスを崩して
落ちちゃったの。うん、アポニがかばってくれて、そのせいでアポニも怪我しちゃって。アポニ優しいな。また同じことが起こったらって思ったら怖くて。いやもう起こさなきゃいいんでしょ。乗ってる時はアポニと乗ってる時はもうレースに集中するじゃダメなの。何でもや幅広いね。またあれはレース出ようぜ。最悪の事故だった。絶対そんなこと言ってない。あの事故、あでもなんかいい風に持っていったな。二度と同じ過ちを犯さないように、うん、お互い気をつけよう。早く怪我を治して一緒に走ろう。おいいじゃんいいじゃん。だってアポニいや信じちゃうのそこ。何でもやの翻訳信頼しちゃっていいのそこは。こいつただのソロジャーなんだけどね、元チョコボでも何でもないんだけど。まあまあいいってことか。私終わりよければ治療を頑張るから全てよし。その間アポニを貸してあげる。いいの？やった借りパクできるぜ。私が乗れない間アポニまで休ませるわけにはいかないもの。シシカをとりあえずずっと怪我しといてくれ。信頼できるレーサーに鍛えてもらいたいの。お母さんごめんね。私また頑張る。その言葉待ってたよ。怪我が治ったら私と勝負だよ。これいつか勝負できるんかね。シッシッシ受けて立つ受けて立つ。さあというわけで、まずチョコボのクエストこれで完了ですね。レベルも上がっていい感じですね。さあというわけでその前にですね、バリアマテピアをちょっとかっさらってこないといけないんで。クラウドさんもコスモエリアのチョコボを調べ、この辺りのチョコボは空チョコ乗られた際は、ああもうなんかここに当たり前にいても特に驚かなくなってきたチャドリー君なんですが、このコスモエリアの、マテリア、あ毒庵の石か。これ耐性と結構相性いいんじゃない。あとジャンプって何、一定時間、ああはいはいはい、サハゲンみたいなやつか。あとはアザタトジン、複数の ATB コマンドを使うと ATB が少し増えます。で魔法追撃ね、追撃、あ結構ここ後で来るんだね。あの割とリメイクの時序盤から来てたんだけど、ワールドレポートの報告がないようです。やめろ脅し、世界で脅しやめろ。それを知ってるかチャドリー、恐喝と呼ぶんだそれを。あこっちか。確かに何してんだろう普段。ずっとクラウドたちに監視してるんじゃないか。人はどうなってる、それがあいつのやり方だ。そのまんま偉い過激ですな。人あっての町、人あっての星やのに。俺も蒸し返す。一応守ろうとはしてるんだな、セフィロスって。どうなんだろうね。敵来ちゃった。お前のコネは最大限に利用させてもらう。だがもし裏切ったら猫可愛がりの刑だ。どういうこと。俺は失礼。確かにそれある意味刑だな、ある意味罰則だな。それは怖え、ヒゲでジョリジョリされそう。いやだから今のバレットのコメント見てもそうだけど、すげえ丸くなってるね。私のバレットならさね、風穴開けてたと思うんですけど、蜂の巣にしてグリングリンみたいにね。おーね、変わったよねバレットもな。うわめちゃくちゃ高い。これ何メートルぐらいなんだろうな、標高。すげえ景色いいよ。いやーここすごいね。女性の皆さんちょっと耳塞いでっていうか、あのシカトしといてもらっていいんだけど、男性の皆さんこっからおしっこしたら絶対気持ちよくね。よくなんかあるじゃん、あのアニメとかドラゴンボールみたいなやつで高いとこからね。あコロッケだ、コロッケ、コロッケっていう漫画でよくあったんだけど、こんだけ高いところからおしっこしたらそれは気持ちいいだろうね、というしょうもないお話。もうちょっとかな、コスモキャニオン目指していこう。あ見えてきた。美しく気高い私の故郷だ。ここ夕暮れ時めちゃくちゃ綺麗なのよ。
生命学の聖地が俺を呼んでるぜ。楽しみだね。楽しみやマジで。 BGM ちょっと聞く準備もしとこう。さあこの橋渡ったらじゃあもう着くかな。行ってみようか。いやーこの無音になる感じもいいよね。街入る前まで。あこっからとこね。あ声変わった。ナナキ帰りました。急にウソップになったぞ。急にウソップになったぞ。帰りよナナキ。フェイタンからウソップに。無事でよかった。これエイリスとね途中喋ってた時の声だよね。明るい感じの。さあブーゲンハーゲン様にご挨拶。クールなレッドサーティンから本来のナナキに戻っていくわけですよこれで。おそして BGM。 あの人たちにはほんのちょっとだ。ほんのちょっとだてめえ。悪い人たちじゃないか。お肉あげたらいっぱい。ちょっと引っかかるが。なあバレット。ナナキ帰りました。あそっちか。バレットの振り付けかわいい。かわいいよね。バレットが一番かわいいけどね。ユフィのモノマネとか今の感じとかところどころぶっこんでくる。今朝空から降ってきましてね。えミッドガルの魔法炉爆破犯らしいですが。ああなるほどなるほど。最近物騒ですよね。ねえ僕たち全然違うんで関係ないで。あなたたちは関係なさそうですね。そうなんですよね。これがミッドガルでの描写ねありましたよね。リーブさんがいじくってるやつね。ここでこいつが打ち出されるんだもんな。生命学の完全にもうコスモキャニオンへあれですよねっていう感じで。さあ来た。うわめっちゃ綺麗。うわマジ俺ここずっとやりたかったんだよなゲームで。